よいしょ。よし。2021年10月20日。時刻は午後7時9分です。じゃあ今日も七原くんの動画を見ていきましょう。キャド編来たそうです。いや、もう考えてませんでした。考えてませんでしたけど、データ取り扱いについてはもう最初からちゃんと注意してあったよねっていう話をされまして、まあはい、まあそのわざとやったらありますよって、いやこれは、失敗したという結果が残るから、それに対しての問題であって、過程とかは同じようなことを何回も繰り返してるっていう。僕はこのおかず好きですね。変わりませんですよ、この麺と、まあ、牛丼みたいな味付け。これが2018年の9月8日ってことですよね。働いててちょっと精神的にちょっと持たなくてですね。あれから3年経ちましたけど、どうなったんでしょうか。ちょっと自分の心身とバランスが悪くて、自分もちょっと相対させてほしいと言ったんです。そういうことを言いましたら、もう終わりということでいいですねということを説明されまして、いやすいません、ちょっと気持ち的にみたいな、なんかもうちょっと働けなくてみたいな、すいません、もちろん1時間とかも前なんだけど、すいません、1時間前なんですけども、すいません、ちょっと気持ち的に落ち着かなくて、そういう人もいいですかみたいな話をしたら、ましたけども、契約の延長がない、契約の延長がそれであれば契約の延長はないということになりますので、まあ、ゆっくりと仕事を次に探してもらうか、まず自分の体調を整えるかということをして、その時間を使った方がいいのではないですかと言われて、とりあえず明日1日考えて。場合って失業保険とかで手に入るんですかね。なんか一応払ってたんで、それを向こうに話した方がいいんですか。会社都合なら、金融例えば言って失業保険の方の首の場合って確か失業保険すぐもらえるんですよね。出ないだろう、出ないのかな、やっぱり。コメント欄すごい詳しいっすね。保険金は全部払ってたわけじゃん。3万近くか。あれは何も使わないの。
50代以上とかいるんでしょうね。1年じゃないとダメなんだよ。そうすればいいですか。あと野原さん、職場にある私物はタンブラーだけですか。あ、はいみたいな。それって、もう郵送されてきても仕事に来ないことじゃない。なんか玄関がなんか騒がしいぞ。誰かいんのか。風かな、これ。多分風だ。うるせえだ。仕事しておいたからいいだろう。アイコンが顔だからですよ。千歳健康保険を提出しております。切り替えの用事がありますが郵送した方がいいですか。あと私物はタンブラーだけですかって聞かれてでこれを聞かれるってことはさ、俺がさ、そのなんていうの、もう会社に来なくていいってことでしょ。うん、これそういうことじゃない。今日はちょっとご飯少なめだったんですけど、まあうまかったです。てかこのインスタントの味噌汁がすごいうまい。甘みがあって。